こんにちは、スイス在住元バックパッカーのベンネです。一昔前と違い、日本でも共働き家庭が当たり前になってきました。子供がいる世帯の母親が仕事を持っている割合は 70% を超え、ワーキングマザー、いわゆるワーママよりも専業主婦の方が珍しい時代です。でも日本のワーママの平均年収は実はかなり低いんです。で、今日の動画では今の日本のワーママの現状と目指すべきワーママの姿についてお話ししていきたいなと思います。今の家計状況に満足できていないお母さんたちに見ていただきたい動画となっていますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。YouTube ではママにもできる在宅ワークについての動画を中心に配信しておりますので、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ワーママというのは、正社員として働いているママだけではなく、パートなどの非正規雇用の仕事をしているママも含めて、すべての働いているママたちのことを指します。で、ここでは18歳以下の子供を持つ母親としますが、子供の年齢によっても、当然ながら母親が働いている確率というのは変わります。子供が0歳の間は働いていない母親が全体の半数を占めますが、そこから子供が幼稚園、小学校に入る年齢を経て、徐々に仕事を持たない母親は減り、子供が小学校高学年になってくると専業主婦の母は2割にまで減少します。ただ、正規雇用の母親、つまり正社員のワーママは、子供の年齢に関係なく、ずっと全体の2割から3割を占めるのに対し、仕事のない母親が減るのに反して増えてくるのが、非正規雇用、つまりパートなどに働きに出るワーママです。子供が大きくなるにつれて自分の時間も増えていきますし、それとともに空いた時間だけ外に働きに出る人が多いということですね。パートに出る理由の1位としては生活費を補うため、それに続く理由として旅行などプライベートを充実させるためや趣味が続きます。いずれにしても何か満足していないことがあるからママも働きに出るわけですよね。私も専業主婦になってから働きたい理由がたくさんありました。家計は苦しく、夫婦で最初に暮らしていたアパートはワンルームの独身用賃貸でしたし、その頃は贅沢とか自分の趣味とか洋服にかけるようなお金についてはもう考えることもありませんでした。でも赤ちゃんを抱えての仕事は簡単ではありませんし、外でパートをしたのは妊娠中が最後でしたね。子供が大きくなるにつれてかかるお金も増えていきますし、また外で働いて家とは違う時間を持つこと自体がストレス発散とか楽しみになることもきっとありますよね。経済的にも自立したいと思う女性が増えている今、これからもワーママはどんどん増え続けていくと思います。ではそんなワーママは年間どれぐらいの収入を得ているのでしょうか。ワーママの年収は母子世帯か二人親世帯であるかにより差があり、2018年の調査では母子世帯、つまりシングルマザーとして働いているママの平均年収が 234.2 万円、共働き世帯の平均が 143.5 万円という結果が出ています。平均年収としては低い印象ですよね。30から34歳の正社員で働くワーママのみの平均年収で見ても254.8万円と、同年齢の男性正社員の平均年収に比べると100万円ほども差があります。共働き世帯のワーママの平均年収が143万円とさらに低いのは、このうちパートで働いているママの約7割が扶養内に収まる103万円以下の年収だからです。中途半端に稼ぎすぎると税金を多く支払わなければいけなくなるため、結局手取りが少なくなってしまうんですよね。で、その結果稼ぐ金額に制限をかけてしまうんです。でもママって外で働いているだけじゃないんですよ。で、家では家事も育児も中心になって家庭を支えていて、休みのない家事労働では一切賃金はもらえないんです。もちろん旦那様が手伝ってくれて、仕事も家事も育児も全て分担できる夫婦であれば理想ですが、現実問題そういう家庭は少数派です。ある調査結果では、既婚女性は働けば働くほどに生活満足度、つまり幸福度が下がるという結果が出ています。で、男性は働く時間が増えても幸福度に変化はないんですが、女性は働く時間が増えると家計の所得が増えても精神的、体力的に幸せになれていないそうなんです。
それは仕事が増えればそれを理由に家のことをしなくなるのが当然の男性に対し、女性の場合は仕事が増えてもそのしわ寄せは自分で片付けなければいけないということが多いからなんですよね。私は外で働くワーママで会ったことは一度もありませんが、専業主婦でも家計に対する不安とか経済的な不自由を抱えながら、それでも仕事をしていないがために家事育児を自分が担当するのは当然だと自分で思っていたこともあり、生活満足度が高かったとは言えなかったです。それを変えられたのが今の働き方ですね。それでもクラウドソーシングとかアンケートサイトでお小遣い程度しか稼げなかった頃は、ワーママとして認めてもらえることもなく、家事育児の合間に一生懸命取り組んでいる感じでした。ところがメルカリ物販を始めて毎月20万以上の収入が安定するようになると、やっと夫も私のやっていることを妻の仕事と考えてくれるようになったんですね。そうしてワーママの一員になれた私ですが、私は働けば働くほどに生活満足度が下がるということはありませんでした。それまでと使う時間は変わらないので、家事も育児もそれまでと同じように取り組むことができましたし、在宅ワークであることで子供が病気の時とか休養が入った時にも問題なく対応できるということはとても助かりました。むしろそれまでの経済的不自由を感じることはなくなり、海外移住の夢を叶えることもできて、幸福度はずっと上がったと思います。社会全体で働きすぎの日本の現状が変わるのがベストですが、そんなことを待ち続けていても何も変わりません。もしあなたが今の現状、働き方に不満があるのであれば、それを自分で変えていく方法を考えるというのも一つの方法だと思います。私の LINE アットでは初心者向けの在宅ワークに関する有益な情報を無料配信しております。で、私も専業主婦から今は在宅ワーママとして働きながら、海外移住の夢を叶えてスイスで生活しています。で、頑張るママの力になれたらとても嬉しいので、在宅ワークに興味がある方はお気軽にこちらから友達登録してみてくださいね。YouTube では引き続き在宅ワークに関する動画を中心に、海外生活や旅に関する動画も配信していきます。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。またねー。